はい、おはようございます。今現在ね、朝になります。先ほどね、体重測って、やはりね、順調に今減量中なんですが、体重が落ちております。今日はですね、1日ね、チートデイを入れようかと思ってます。多分ここ10日ぐらいね、チートデイを入れてなかったので、今日はまあちょっと Vlog みたいな感じになっちゃうかもしれませんが、1日ね、僕がどんなものを食べてるかっていうのをね、動画に収めていこうかと思っております。でまず最初にね、朝一食べるのが、無脂肪のヨーグルト 130g と、あとオートミール 30g ですね。こちら、和風で作っております。味付けはポン酢とお茶漬け用のふりかけ。あと僕はね、ちなみにこれを使ってます。これがね、塩味控えめとなっているので、まあこれがね、ちょうどいいぐらいかなと思います。それからね、プロテインを朝飲んでいこうと思います。今日朝は、これかな。こいつですね。エボリューションニュートリューションのアイソプロテイン。アイソレイトプロテイン 100% 飲もうと思います。それから朝取るサプリメントとして、アルファメンのマルチビタミンと、それからグルコサミンコンドロイチンですね。これを飲みます。ちょっと前までオメガ3も飲んでたんですけど、今は飲んでません。これを1錠ずつとプロテイン。おいしい。たまにオートミルっておいしいんですかって聞かれるんですけど、正直言って僕にとってはそんなにおいしいもんじゃないですね。あんまりおいしいもんじゃないんだけど、ポン酢を入れることによって、あと卵ですね、卵も溶かした方がおいしいです。まあ、それでようやく食べれるっていうレベルかなと思います。今日はね、チートデーってことなんですけど、基本的に朝の食事は、変えません。でも本当はね、トーストとかパン系食べたいんですけど、チートデー1日のためにね、8枚切りとかのパンを買うともったいないので、いつも、朝の食事は変えないようにしてます。あと朝食事変えたりとかすると、朝のお通じが悪くなったりっていうか、なんか良くない感じが僕はするので、減量しているときはあまり朝の食事はチートデーといえど変えないようにしてます。はい、そしてね、次はですね、プレワークアウト飲もうと思います。今飲んでるのはこちらのカースというプレワークアウトを飲んでます。やっぱりこうやって見ると顔も少しこけましたね。一番ピークと比べて今ね、3、4キロぐらい落ちてるのかなと思うので、ちょっとね、だいぶ顔が変わってきて、人にもね、やっぱ痩せたって言われるようになってきました。引き続きね、減量頑張っていこうと思います。とりあえずね、プレワークアウト、これはね、もうビルダーのみですね。オレンジマンゴー味、味はね、結構美味しいです。これで、2、30分後に筋トレをします。はい、今筋トレ中なんですけど、筋トレ中に飲んでるワークアウトドリンクですね、一応紹介しておきます。今日飲んでるのはこちら、エクステンドのイタリアンブラッドオレンジですね。これとあとこの中にクレアチンとシトルリンマレーと、ちょっとずつ入れて、飲んでます。以前はこれに、糖質も入れてたんですけど、マルトデキストリンとか入れてたんですけど、今は減量期ってのもあって何も入れてません。 BCA は何種類か持ってるので、まあその日によってね、変えたりとかしてます。特に固定でこれを使ってるっていうのは今はないです。はい、それではね、筋トレ終わって、これから筋トレ後の、プロテインになります。筋トレ後は今はね、こちらヤスパリのマイオフュージョンが、飲んでおります。まあちょっとね、カロリー高めなんですけど、まあ今これ飲んでてもとりあえず体重落ちているので、そのままこれを飲み続けようかと思ってます。いただきます。はい、これからね、昼ご飯なんですけど、まあ、せっかくなんで、今日はね、昼夜は外食しようかなと思います。減量中はね、あまり外食することがないのでね、こういったチートデイぐらい、しか、しません。まあもちろん絶対ではないんですけども、しないようにしてますって感じですかね。なのでちょっと外食していこうと思います。行きましょう。何食べましょうか。
豚しゃぶカレーにソーセージトッピングで、はい、2からでお願いします。はい、ご飯の量はどうですか。普通で大丈夫です。はい、かしこまりました。はい、ご注文以上でよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、お作りしてまいりますので少々お待ちください。お願いします。はい、今ですねカレー屋さんから帰ってきました。久々のカレーだったんですけど、まあいろいろね悩んだんですけど、なかなかね自分一人でカレー食べることってもないですし、あとねやっぱ白いお米を食べることが、しばらく減っていますので、カレーをチョイスしたっていう感じですかね。で、実際ね昼ご飯って僕普段ご飯をね、今玄米ですけど 100g しか食べないんですけど、ココイチのカレーって普通盛りでもねご飯 300g 入ってるんですよ。それだけで3倍ですよね。結構ご飯だけでもねお腹いっぱいになっちゃうんですけど、食べ応えとしてはね、十分あったかなと思います。あとねちょっと注文の時にね僕焦っちゃって、どうしてもねなんていうんですかね、ああいうところって結構決まってる人多いじゃないですか。何々カレー食べようって言って入ってくる人が多いと思うんですけど、こういう減量をしていると、たまにしか食べれないので、すごくね、悩んじゃうんですよ。メニュー見てから。あ、どうしようかな。パリパリチキンカレーにしようかな。でも皮が結構多いかなとか、あ、カツ食べたいな。でも油が多いなとか、いろいろそういうことを考えて、ちょっと悩んでると、3回ぐらいね、店員さんの方にね、お決まりですかって言われて、ちょっとね、慌ててしまって、ついついね頼んでしまったのが結局豚しゃぶカレーってね言っちゃったんですよね。でちょうど見てたから、で豚しゃぶカレーも本当はねナスと豚しゃぶカレーを頼もうと思ったら、僕はね豚しゃぶカレーって言っちゃってたみたいで、届いた時にねナス入ってないなと思ったんですけど、トッピングでねソーセージを入れたんですけど、ただね動画を撮ってたので自分で見返してみたんです。豚しゃぶカレーに動画を見返してみたらね、ちゃんと自分で豚しゃぶカレーって頼んでました。スタッフさんは一切間違っていません。まだね今回のチートデイは夜ご飯の方もね外食しようと思ってるので、夜ご飯も楽しみにしながら一日を過ごそうかと思っております。あと間食何かするかなと思います。はい、おやつの時間ですね。おやつはプロテインだけ飲もうと思ってます。でやっぱね昼ココイチ食べたせいかね全然お腹空かないですね。今時間にして5時前ぐらいなんですけど、いつもだったらだいたいね3時4時ぐらいにお腹が空いてくるんですけど、やっぱね食べるとねお腹空かないんだなっていうのをねこう改めて感じますね。なのでちょっとプロテインでつないで、でそれから7時か8時ぐらいにね夜ご飯食べに行こうと思っております。ちなみにね今飲んだのはこちらねエクステンドのラバケーキになります。僕個人的にはねチョコレート味としてはトップクラスの美味しさなんじゃないかなと思っております。カップに水からですね、普通に卵油が入りますので紙を持ち上げたりします。はい、ただいまね家に戻ってまいりました。鉄板焼きプレートっていうんですかね、プレートタイプのやつ、最近あれがねすごく好きで、チートデーなんかはね正直ねあれ食べることが多いです。ものすごく美味しいですし、あとね熱々なんですよね。僕結構熱々の食べ物って好きなんですよ。すごく好きなんですけど、今回もそうなんですが口の中やけどしました。今回もやりましたね。なんか皮が剥けた感じがします。どうもね食べるのが下手くそなんですよね。それでもね、美味しいんで、食べちゃいますけど、はい、今日はですね、これぐらいで食事というかね、食べるものは終了かなと思います。こんな感じで、1日の、チートデイの、フル食の方、動画として撮影させていただきました。またね明日の朝、今朝測った体重と、どれぐらい差があるかっていうのをね、楽しみに、チートデイの翌日ってね体重がねボンって上がると思いますので、どれぐらい上がったかっていうのをね最後にお伝えできればいいかなと思っております。この動画をね楽しめた方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。このおしゃれマッチョ研究所では現在研究員を募集してます。一緒におしゃれマッチョを目指してくれる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん
また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。